はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。なんか昨日と同じような場面なんですけど、昨日までねこっち側にいたんですけども、実はねここに通路があって、でここにこうここに棚があって、ね、ここ狭くて人が入るにはちょっと辛いなと思ったんだけど、でもここにあるねものをね、ここにあるものをね紹介するためにはやっぱこっち側ずれた方がいいかなと思って、今回はね場所を配置を変えてみました。はい、ということでね、まあ、昨日ちょっとゲームボーイメモリーカートリッジのね箱の話をしたんですけども、ちょっとそのね隣に気になるものがあったんでね、ちょっとこの話をしようかなと思いました。ゲームボーイのねパッケージっていうと、まあ、ファミコンなんかでほらパッケージのサイズが結構いろんなサイズがあったりするから管理が大変って言われるんですけど、まあ、ゲームボーイもね実はね、まあ、小さいのと大きいのって大体2パターンで終わりかと思えば終わりじゃないんですよ。まあ、ゲームボーイカラーになると大体ね限られてるんですけども、それでもなんかちょっとデバイスものがついたりするとでかいパッケージあったり、そもそもノーマルゲームボーイの時には後半になるとねアクレイムとか結構でかいパッケージ作ってるとこもあったし、ね、EA かなどこだったかな、まあいやとあのでかいパッケージ作ってるとこもあるし、そもそもほらサガシリーズの2作目がでかいパッケージだったじゃないですか。まあああいうのもあるし、もっと大きいサイズのものも、ね、結構変形タイプあるんですけど、一番ね際立って変形タイプだったのがこれですね。これハドソンさんのね、ここでもいいか。ハドソンさんのね、ゲーム缶ってやつですね。パッケージが缶になったって、ここにね、見えんのかな、これ。まあいいんですけども。こうやって見えるもんでもないでしょう。まあいいんだけど、ゲーム缶があるわけですよ。まあ、缶でね、ゲームのパッケージになってるっていうと、ファミコンだとTM ネットワークがあったりとか、あとディスクだとレリプスとか、トップルジップとか、あと、プレステだとイエモンのなんか、やつがディスクじゃねえ、缶だったりとか、あと、メガ CD でね、ゲームの缶詰ってあったんですけども、ゲームボーイが多分一番多いと思うんですよ。ハドソンさんのせいなんですけど。ということでね、このゲーム缶のシリーズっていうのが、まあ、一作で終わらなくて、こう、これがボリューム2がね、桃太郎コレクション。で、原人コレクション。だこれ、ボンバーマンコレクションから始まって、桃太郎コレクション、原人コレクションとして、まだ終わらないわけです。で、桃太郎コレクション2。で、ボンバーマン、あ、これはボンバーマン GB3 ですね。もうコレクションじゃなくなっちゃったよ。普通のタイトルだよって感じなんですけど。で、サメガメ。ね。これがボリューム5です。ん?違う、ボリューム6ですね。で、それから、ゲームボーイウォーズターボ。はい。こんなのも出てますね。で、スーパービーダーマンファイティングフェニックス。ね。まだあるんですよ。あともう一個ぐらいあったかな。これが、ポケットボンバーマンですね。まあこれですね。で、ここまでね、これがボリューム9なんですよ。ボリューム9。ここ見えます？ボリューム9。ボリューム9。わかんない。まあボリューム9ですね。という感じなんですけども、これね、まあ、これで終わりかどうか知らないんですけど、僕も。とりあえずこれが、たまたまね、家見たらありましたってところなんで、まあもしかしたら10とか11とか12とかね、13とか14とかあるかもしれないけど、ただハドソンのね、これって、そもそもが、黒だから、ゲームボーイ、あれ、カラーなのかな?って、ね、悩むわけですね。まあ、要はこの時代ってゲームボーイの時はサイズがね、いろんなサイズあったけど、ゲームボーイカラーになるとデザイン的にはほら、同じようなサイズになったじゃないですか。これカラーじゃないよね。ノーマルゲームボーイか。ノーマルゲームボーイだね。まだあれでもね、ゲームボーイカラーになると多分任天堂のパッケージの規定が厳しくなって、こういう缶ってなかなか作れなくなってると思うんですよ。黒の缶、カットリッジってなんだろう。あ、あれか。この GB キスですね。GB キス対応だから、ちょっと特殊なカートリッジにしてるっていうのはあるかもしれないですね。この黒なのはね。あれってことは、これ、
ボンバーマンのこれは GB キス対応してたけど、他対応してないんだよな。例えば、これゲームボーイウォーズターボはさすがに GB キス対応してないだろう。あ、ほら。これノーマルカラーのね。ノーマルカラーになってますよ。はい。ということで、だからゲームボーイ時代ですね。ゲームボーイ時代のカラーが出る前、まあ、出た後かもしれないけど、ゲームボーイカラーに対応してないゲームボーイ、対応してないんじゃないかな。ゲームボーイカラーに挿しても、ゲームボーイカラーの、起動のメリットを得られないカートリッジで、まあ、ハドソンがこのゲーム缶シリーズ出してたんですね。で、このゲーム缶シリーズはゲーム缶シリーズで厄介なのが、これちょっとね、今のさっきの例えばボンバーマンとかだったら、これパカッとこういう開け方するわけですよ。ここにこうあるわけですね。繋がってるわけですね。なんですけども、この初期のね、これボンバーマンコレクションボリューム1ですよ。ボリューム1はパカッて開けるタイプなんですね。こういう、これ何なんだろうね。やっぱこれパカッと開けると子供がなくしちゃうとかあったのかな。まあ、よくわかんないんだけど、これはだから2作目もパカッて開けるでしょ。ちょっと邪魔だな、こっちに置こうか。これ3作目もね、パカッて開けるでしょ。原人もね。で、4作目も、まあ、パカッて開けるわけですよ。はい。で、5作目か、パカッてなるの、5作目から、ボンバーマンで、こう、シリーズが始まって、で、ボンバーマンで、この仕組みが変わって、で、ボンバーマンで、とりあえず、うちにあるね、ボンバーマンじゃない、このゲーム感は終わってるということでね。何かとボンバーマン、まあ、この後シリーズ続いてるかどうかは皆さん調べていただければいいんだけども、まあ、とりあえずね、こんな感じでゲーム感っていうのが9個出てね、特殊な感があったってことをね、皆さんにね、お知らせをしようと思ってこの動画を作ってみました。ちなみにね、ゲームボーイでは感、もう一個感があるんですよ。まあ、これね、はい。これにミニ四駆 GB ですね。レッツ&ゴーのゲームなんですけども、これはアスキーから出てるんで、ハドソンは全く関係ないんですけども、まあ、こちらもね、こういう缶に、缶だけど、パカッとね、パカッと開けるタイプでね。まあ、当然こういう、ゲーム缶もそうなんですけど、実はこうやってね、干渉のこれが入ってるんですよ。まあ、こういうところが多分、PC エンジンの時のね、ケースにヒューカード入ってて、こう、クッション入ってるみたいなんですね。同じような感じで、まあ、ぴったし作らないのみたいなところはあるんですけど、まあ、これもね、やっぱり缶にすると、やっぱりこう、収まりがね、ぴったりにならないから、こういうのが入ってて、こうね、ガサガサなりにくいようにね、まあ、してるっていうのはあるんですけど、まあ、中古で買ってたら知らんけど、新品はこうやってありましたと。で、まあ、こういう感じで、ちょっと特殊なものが、まあ、おまけが入ってるんで、まあ、こういう特殊なパッケージを使ってましたよ、と、まあ、そういう話なんで、まあ、皆さんもね、ちょっと、ゲームボーイを探すときにね、ゲームボーイ、ファミコンに比べるとゲームボーイは普通の箱だけだろうと思って、こう、ね、探すのをちょっと、こう、躊躇してっていうか、珍しいものがあるってことを考えないで探してしまうと見落としがあるのでね、まあ、一応こういうね、パッケージもあることということを皆さんにお知らせいたしました。はい。で、今日のね、ノートなんですけども、ちょっとね、嘘をつけないこのお話を、まあ、よくわかんない話になっちゃったんだけど、まあ、とりあえず書いてありますのでね、ぜひね、見ていただければと思います。ということで、この動画が良かったと思う方は、グッドの評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカンでした。